ビサークイスラエルスは、オランダの画家である。オランダの印象派を代表する画家である。アムステルダムで生まれた。父親のヨゼフイスラエルスは、写実主義の画家からなる、ハーグ派を代表する画家の一人であった。15歳で学校を止め、父親の元で絵を学ぶとともに、デンハーグの美術アカデミーで学んだ。展覧会に出展をはじめ、作品の一つは裕福な、ハーグ派の画家。 ケンドリック・ウィレム・メスダフに買い取られた。父親と一緒にフランス芸術家協会の展覧会を訪れ、1882年から出展を始め、1885年には作品が仙外歌作を受賞した。1886年にアムステルダムの王立アカデミーに入学したが、学校には長くとどまらず、アムステルダムの街や人々を描いて過ごした。ヘオルヘ。 ヘンドリック・ブレートネルや、ウィレム・デ・ズワルトといった画家と親しくなった。夏は、父親とデンハーグのリゾート地、スヘフェ人間で過ごし、ドイツの印象派の画家、マックス・リーバーマンらとも知り合った。1904年に、パリに移住し、モンマルトルに近くにスタジオを構えた、すぐ近くには、アンリ・ド・トゥールーズ・ロートレックが住んでいた。ロートレックや、エドガード画に影響を受けて、 パリの人々を描いた。第一次世界大戦が始まる頃は、ロンドンに移っていて、ロンドンでは乗馬する人やバレエの踊り子や、ボクサーなどを描いていたが、戦争中はオランダに戻り、デンハーグやアムステルダム、スヘフェ人間で過ごし、肖像画家として働いた。戦後も、パリやヨーロッパ各地を、東南アジアなども旅した。1928年アムステルダムオリンピックの、 芸術競技の絵画部門で金メダルを受賞した。ありがとうございます。